1974年のコース1974年のルマン24時間レースは42回目のルマン24時間レースであり、1974年6月15日から6月16日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。フェラーリもアルファロメオも欠場し、優勝を狙える有力チームはマトラだけであった。前年に本社として初めて参加した。 シグマオートモーティブは、マツダオート東京とジョインとしての出場となった。チーム運営は、加藤真に依頼されて、大橋隆が担当した。シグマのエースで、トヨタ自動車の契約ドライバーだった、高橋春久に、マツダの寺田洋次郎、岡本康弘と日本人ドライバーで固めた。新型車シグマ MC74 を持ち込み、前年と同様のマツダ12アンペア型エンジンを、 搭載し、マツダオート東京がエンジンチューンとメンテナンスを担当した。前年の経験を生かして、ボディを小型化し空気抵抗を低減するなど、戦闘力が上がるはずだったが、耐久性を持たせるためシグマ MC73 との比較で1 0 0ラムも重くなってしまっていた。少ない人数での参加だったので作業性に留意し、何があっても修理時間が短く済むような設計とし、 ドライバーに何が何でもピットに戻って来いと言命し、車載工具を搭載した。シグマ MC74 の25号車は4分20秒、4で27位と、前年の14位からかなり順位が落ちた。出走したのは49台。シグマ MC74 の25号車は、インダクションボックスの金網が破れて、小石が侵入し、エンジンの内部に入り込んで、 ロータリーが破損する致命的なトラブルに見舞われた。エンジン自体の積み替えは許されないためピットでローターハウジングやサイドハウジングを残してエンジン内部をそっくり交換。これに3時間半以上かかりサーキットのオフィシャルはリタイア届を出すよう迫ったが、再びコースに復帰できた。完走したのは20代。ライバル不在のアンリ・ペスカロロ。 ジェラール・ラルース組のマトラ・シムカ MS670 バイトの7号車が24時間で4 6 0 6 5 7 1トルを平均速度時速1 9 1 9 4 0トル、走って優勝した。マトラ・シムカは1972年からの3連勝であったが、この後スポーツカーの生産に力を入れることにしてレース活動を中止した。 シグマ MC74 は最後まで走って、最下位でゴールを迎えたが、周回数が155周と少なく、乾燥扱いにはならなかった。ありがとうございます。